そうですね、アウェーの地で勝ち点3を取れてホッとしてます。今日もゼロで抑えられて、後ろの選手たちと一緒に喜びました。前の選手がうまく誘導してくれた時には、自分もマンツー気味で食いつくっていうのはチームとして言われてたので、それがうまくできたのかなというふうに思ってます。そうですね、まあ、シンプルに、ボールを動かすということを一番認識して試合に入りました。ハーフタイムに、また選手を1枚変えたので、それによる、プランというかという戦術の話もありましたし、まあ、風が今度は風上になったので、そこで、もっと優位に試合を進められるので、そこで、チャンスをものにしようという話をしていました。そうですね、まあ、後ろの選手だけじゃなく、前の選手が、しっかり守備をしてくるからこその、この失点の少なさだと思うので、そこはまあチームの強みですし、これからもどんどん、継続してやっていかなければいけないなというふうに感じています。今日も熱い応援ありがとうございます。皆さんの、応援のおかげで今日も勝ち点3を取ることができました。また来週もアウェーの地で、厳しい戦いがあるんですけど、僕たちはしっかり1週間準備して絶対に勝ち点3を取るので、来週も引き続き熱い応援お願いします。